こんにちは、宮下宮川チャンネルのお時間です。こんにちは。今回の動画はワークマンの2023冬ベストアイテム紹介。よっしゃー、お久しぶりのワークマン。久しぶりですね。1年半前ぐらいか、コーディネート対決やりましたね。やったね、あれやたらとしてたし、ね、ワークマンさんからね、あの時、来たんですよ、あの指摘が、お前らがこんなことをすると、ワークマンの株価が下がるからやめてくれとワークマンも、ワークマンさんからね160億来た。そう、来ました来ましたまあさすがにね、当時は100人ぐらいだったんで、ほうほうほう。で、まあ今おかげさまで700人になったんですね、まあもうやっていいだろうと思いまして、今回の企画をやっております。はい、本日の紹介はお互い2点。先ほど対決ですか？ノー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 、違う、冬に役立つ、あ、なるほどね、はい、農業を効率化させるアイテム、はい、そう購入してきましたので、そっちの方がいいってだから最初から言っとったじゃないか、ね、誰？お前田舎の親父みたいになってるこいつやりにくいもんこちらマルチフック。マルチフック、これ、はい、これでも見た目わからんでしょ全然。何かわからん。これ農業って手袋必須じゃん。必須？必須じゃん。別に俺は素手でいけるけどね。いや必須や。俺は素手でいける。使ったことないけど、ね。手袋つけて。俺は使ったことないけどね。うるさいな。うるさいな。紹介させんかい。これつけてね。うん。ズボンにつけれるっていう。ああなるほどね。これ手袋って、うん、俺なくしやすいんよ。そこら辺ほがっといちゃうからさ。ですぐ使える。うん。でしかもこれなおかつ、うん、なんかこういうマルチフックって。うん、結構こういうワークパンツと相性が良くて、この銀のね、確かにね、確かに意外にこれね落ちない。本当に？これトールはねめちゃくちゃ落ちるから、絶対もうやめとけみたいな、ね。絶対落ちると思う。ワークマンさん、俺の相方はこの商品舐めてました。でもこれは本当にいいと思う。すぐ使えるし、うん、なおかつちょっとおしゃれ。確かに確かに、ね、あの農業じゃなくてさ、野球の時にも使えそうじゃない？いや、あの走塁用手袋がさ、そこにユニフォームのそうそう。コーチから受けるやん。そう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 、よくない？新しい。でも野球選手にもじゃおすすめってことそういうことに違いましょういやでもキャンプとかにも、うん、そうキャンプのやる人とかにもめちゃくちゃおすすめのアイテム、これまず1点、はい、マルチフックでした。じゃあ2点目のアイテムはこちら、これ水陸両用カーディガン。ちょっと水陸両用なの？水陸両用カーディガン。それで泳げるってこと？そうそうそう、ね、ま、やばすぎだなちょっとあったかいし、これ撥水効果もあって、うん、やっぱ農業ってどうしてもさ、うん、とかめっちゃ必要やん。え、別に俺はいらんけどね。いやいや、お前はなお前は野菜じゃないからいらんけど水は必須やん、うん、水を扱う時はやっぱ多いから、やっぱ濡れたくないじゃん服。そうだね、ね、あの寒くなるし、うん、こういう風だと、うん、なおかつ農業者なんですけど、うん、おしゃれに行きたいじゃないですか。そうだね、まあ、農業ってさ 3K っていう、うん、そう汚いとか臭いとかっていうイメージあるんだけど、うん、やっぱおしゃれにやりたくて、うん、確かに確かに、やっぱこういう服からもそう形からこだわっていくタイプなんで、僕らはそんな感じですね本当に。気分も上がるしね。そう、ワークマンがいいとこってさ、うん、おしゃれかつ安いじゃん。そう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 、ね、あ、これ1900円、税込み、安い、2000円以内、うん、めちゃくちゃ安い。私服にも着れてどこにでも持ってきる。確かに確かに。2点目はこちらのカーディガンでした。はい、じゃあ私宮川が本日買ったアイテム紹介、まず1点目、はい、こちらです。静岡牛葵です。いやこちらですね、あの静岡牛、待ってくれ待ってくれ、葵のジャケットですね。ワークマン怒るべあ、違った、そんなんねえって怒るぞ。なかったすいません、間違えました。仮にも700人登録者がおるだで勘違いされるで間違えました、うん、気を取り直しまして、気を取り直しまして、はい、私宮川が紹介するアイテムは、はい、こちらですね、こちらパンツです。ムーブアクティブネオパンツ、うんうん、税込み1900円。これのどこがいいかっていうと、すごいサラッサラ、うんうん、でめちゃくちゃ履きやすくて、でベルトもないんですよ。ベルトないから、あ、本当にすぐサッと履けて締め付けられない、本当にムーブアクティブって感じですね分からん分からん、バイ
イクの音もあったし、ムーブアクティブもわからんし、全部わからん。何が一番いいのかっていうと、はい、あの撥水になってるんですよ。撥水いいよね。そう、撥水になってるんですよ。やっぱどうしても水やりしてる時とかさ、アティハントで風強いからさ、バーって舞ってくるやん、水が。だからそれ濡れても寒くならないという、うん、若干薄めではあるんですけど、うん、まあこれからね、春になってきてだんだん暖かくなってくると、雨にも水にも濡れてもちょうどいいぐらいになると、うんうん、ちょうどいい、ちょうどいい、暖かさと水でちょうどいいぐらいのちょうどいいんだ、そういう感じになっております。いいね、見た目もいいしね。そう、見た目もいいですね、うん、はい、じゃあ宮川2点目の紹介なんですけど、こちらです。防水サファリシューズ、こちらも税込み1900円のシューズになっております。見た感じからね、ちょっとわかると思うんですけど、まあ一風変わったねシューズになってますよね。でこれのどこがいいのかっていうと、水力両用なんですよ、これそれも、それも、あのもう完全防水、まあ、これであの水たまりとかで遊んでも靴下濡れないと、うん、いいね、あの長靴じゃなくてちょっとおしゃれでね。そう、おしゃれでスニーカーっぽくて、ね、そう、あのここもかかとぐらいまであってさ、うん、水とかも入ってきにくいし、チジの作業でも使えるし、うん、まあ、ちょっと雨の日とかね、うん、そういう水やりの時とか、うん、そういう水を使う時の作業でも使えるようなアイテムになってます。小学生の子たちもね、あの水たまりとかで遊ぶ機会とかあるじゃないですか、うん、ワークマンのね防水サファリシューズめちゃくちゃいいと思うので、お父さんお母さんの方とかもお子さんとかにね、こういったシューズを買ってあげて楽しんでいただければなと。なので皆さん、こちら防水サファリシューズ1900円、お今なら1900円、安い、明後日も1900円、ぜひお買い求めください。宮下宮川チャンネル。はい、じゃあ皆さん紹介どうでしたでしょうか。はい、農業といえども、はい、こうやってちょっとおしゃれをして、なおかつ効率的にやっていきたいです ね、 ね、今後も、ね、その中で本当にワークマンさん大変お世話になってます。朝7時からやってる。そう、ありがたい。もう本当にね、作業者の助けですね、間違いない。ワークマン、うん、本当にさっき宮下の言った通りね、まあ、ちょっとした家庭菜園とかでも、まあね、僕らはまだちょっと若いんで、うん、ちょっとおしゃれしつつね、うん、こうやって家庭菜園楽しみたいなっていう気持ちがあるので、まあ、少しでも、うん、あの農作業にファッションをね、うん、取り入れたい方はぜひ、うん、ワークマンさんへお願いします。お願いします。営業、営業は今日一日営業マンだよ、ワークマンの営業マンだよ。じゃあこの動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあそれではアディオス。